さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤスタガです。今日はですね、久々に箱根タンパイクに来ましたけれども、すげー天気がいいですね。天気良くてよかった。これね、雨だったら今日ド緊張の車ですよ。ほんとありがとうございます。さあ来ました、こちらアルピーヌの A110 ですよね。でも単なる A110 とこのスタイル、もう見え方が全然違うじゃないですか。カーボンパーツもふんだんに使ってるし、ほらもうカーボンホイールですよ。これやばいっすよね。航空機とかのパーツとかを作られている、要はデュケルさんのカーボンパーツ、カーボンホイールだそうです。だから車のホイールを作るようになったんですね。いや驚き驚き。でこのカーボンホイールも前と後ろでデザインが違うじゃないですか。この車、要はアルピーヌ、要はルノーの F1 チームのもう技術がもうドシッと入った車でございます。ルノーなんで F1 ずっと出てるのって、まあその技術はこういうアルピーヌ、要は今ルノーのルノースポールって RS あったじゃないですか。あれはもう全部アルピーヌに、人も何もかも全部移管されたんですよ。だからルノーのスポーツバージョンみたいな形でこのアルピーヌは今ブランド展開がされ、だから F1 の技術はもうアルピーヌにガンガン入ってくるって、もちろんルノーにもどんどん落ちるとは思うんですけれども、でその中でこれ風洞実験、 F1 のルノーチームの風洞実験施設も使いながらで、まあそこでの知見とかも使いながらで、風洞実験だけでも40時間とかかけたという話ですね。 F1 で40時間の風洞実験そこ使うって結構なことなので、さあこの A110R どんどん行きましょう。で先にお伝えしておきます。この A110R 価格1550万円です。だからそれ考えると、うわ高いって思う方いらっしゃるかもしれないですけど、この本気印を理解したら、いや高いっていう言葉にならないんじゃないかな。ちなみにこちらにあるのは A110S でございます。これ A110S はもうエンジンが通常の、そもそもで言いましょうか、 A110 は A110 のノーマルがありますよね、ベース車両。それに加えて快適性とかを重視した形の、まあラグジュアリーという方向で仕上げた A110GT があり、でさらにその GT と平行線上同じポジショニングとして、ラグジュアリー性の方で GT、スポーツ性の方でこの S っていうのがあり、で、この S、今ね、エアロパッケージ付きだったらこれ嬉しかったんですけどね、そうするとね、あの羽とかもついてくるんですけど、羽の形状が若干ちょっと違うんですけれども、で、その今回 S のさらなる上みたいな形でこの R が存在しているという形です。でこの R は限定車ではなくてですね、通常のカタログモデルです。だから今後も手に入ります。手に入るんですけれども、倍率的にはめちゃくちゃ高いです。要は1年間に生産できる台数が決まってるじゃないですか。その中から日本割当が決まるわけですよ。今初期導入のファーストロットの時に日本割当18台、4月に発表された今期の上半期か今期生産分で14台、もうこれ完売しちゃったんですよ。100倍ぐらいな倍率だったそうですね。今後もさらに生産の枠が、まあ来期とか、まあそういう次の生産枠が出た時には、日本割当 R は何台ですよって言った時に、その R はまた手に入るっていう話です。でそれが1550万円、だから S は975万円とかなので、だから600万円弱高いわけですよ。しかしながらね、マジすげえです。一番すごいの、だからこれ後ろ見えないじゃないですか。もうこれカーボン、カーボン。通常だとだからガラスですよ。だからもうこういうガラスとかも重いっていう話。なので、カーボンっていう話。で、カーボンルーフっていう話。で、さらには、重たいものは全部弾いてしまえということで、どっちにしたって後ろ見えないんですから、ルームミラーがほら存在してないですよ。こういったところでも軽量化をしているっていうね、全体的な軽量化で言うと 24.1kg っていう形で、この R 専用の作りでもって、でもまあ、もろもろとかを入れてくると、これで車両重量で言うと、A110S で 1120kg という重量でしたけれども、この R になると1090キロですよ。でそもそもなんですけど、 R って聞くとレーシングの R だと思うじゃないですか。違いますからね。この R ラディカルです。要は過激っていう言葉をそのままモデル名の頭文字として取ったっていう、その R なんですよ。もうね、だから刺激の渦に包まれるんじゃないかなと。まあ正直だから僕か結構快適な車大好きじゃないですか。それでいてスポーツ性高いの好きじゃないですか。 GT カーとかね。だから僕はね、ちょっとだから
ちょっとなんて言うんでしょう。だって、乗りたい乗りたくないで言えば、もちろん乗りたいんですけれども、6点シートベルトですからね、最初から。だからこれ、3点シートベルトないんですよ。なんで3点シートベルトないかって、3点シートベルトシステムって、この中に巻き取り系の機構を入れるだけでも重くなっちゃうんですよ。なので、6点シートベルトにしてるっていう。しかもこれ、フルカーボンのバケットシートにクッション貼ってあるだけって、もう、GT3 とか、なんかそっち系のシートと一緒じゃないですか。いやー、だからこれ6点シートベルトをつけると、これ試乗中もお伝えしますけれども、おそらく手がシフトは届くでしょうけど、これモニターとか手届かないと思いますよ。そのぐらい体が固定されちゃうと思います。あ、だからこれも、あ、引っ張るとかじゃないね。ここにドアノブはあるもんね。だからこれドアノブにすればよかったのにね、これ引っ張ってみたいな。うん、さあ、じゃあちょっと細かく見ていきましょう。ボディ色としては27色から選ぶことができます。これ艶消し系のブルーですね。若干ね、立体塗装っぽいような肌触りで面白いですね。で、ボディサイズとしては全長4255です。高さとしては1240だからかなり低いです。で、この高さ1240は通常の S とかに比べて1センチ低いという形になっております。これスペシャルな足が入っております。これリアのダンパーとか見ると別端のオイルタンクもついてるぐらいなので、これダンパーすげー高いのがついております。このダンパー20段階の調整機能付きで、しかも車高調が入ってるんですよ。で、今推奨としてアルピーヌとして、これ一般道走る上でこの車高ですよと、サーキットといった時にはここから1センチ下げてくださいっていう形で、1センチ下げれる分は山が切ってあるっていう状態の車高調が組まれております。で、なんでそういう風に車高を調整できるようにしたかってね、今回だからもう F1 のフード施設も使ってるぐらいなので、とことんもうフードをやってるんですよ。ボンネットもすごいでしょ。ここもカーボンです。トータルで約ほんと30キロの軽量化というところで、さあフロント見てみましょう。話がね、今回ほんと前後しちゃうかもしれないですけども、ボディサイズは全部伝えました？もうそれすらもう不安。さあ、あ、ホイールベース言ってなかったですよね。ごめんなさい。2420です。だからホイールベースとかボディサイズは基本変わらないですよ。もちろん全長は若干長くなってるんですけど、それは S もエアロパッケージ付きにするとちょっと全長長くなるので、まあそれと同じような形。だからこういう風に見てもらうと、ほら、エアロパーツのところちょっとはみ出してるじゃないですか。アンダーカウルが。だからこういった形で S もエアロパーツつけると若干サイズは変わってくるという、まあそういうお話でもあります。で、最低地上高はこれで106しかないんですよ。だから相当気をつけないと。しかもカーボンホイールめちゃくちゃ高いので、これも気をつけないと。これ今日本に1台しか候補車ないので、しかも試乗会のトップバッターなので、これちょっと大事に超扱います。 21540ZR18 です。これカップタイヤで専用の、はい、パイロットスポーツカップ2タイヤを履いております。だからカップ2タイヤ。でもカップ2タイヤでもね、結構ウェットも最近ね、いける感じになってるので、まあ専用仕立てのカップ2タイヤです。で、キャリパーの色とかもこれ5種類から選ぶことができますし、あ、ちなみに右ハンドル、左ハンドルも選ぶことが可能です。すげえね、カーボンホイール。このホイールだけで4本で 12.5 キロ軽いというのを聞いております。で、サイドスカートも完全カーボンです。カーボンです。ドントウォークって書いてありますね。これ、うん、ちょっと折れそうですもんね。まあ下方向にっていうか、これ気流の整理なので下方向にはそんな力かかんないので、ここを境に上面を流れる空気を剥離するっていう、剥離というか分離するっていう、だからサイドから空気が吸い込まれないようにって、これね結構ダウンフォースにほんと効くので、まあ僕の動画見ていただいている方は何回もこのサイドのスポイラーの重要性っていうのは言ってますけれども、で、ここからタイヤの前の整流です。リアタイヤの前で、フロントとホイールデザインが違うじゃないですか。フロントはブレーキ冷却のためにもうダクトもちゃんと専用で導いてるんですけども、その導かれた空気を外に吐き出しやすいようにっていう形でこのホイールのデザインです。で、リアはもう空力を考えて、ちょっとホイールカバーがしてあるような、こういう開口部の少ないホイールデザインになっております。ちなみに、リアタイヤもパイロットスポーツカップ2タイヤで、はい、サイズは24540/18インチですね。なので、A110S と同じサイズですね。で、後ろのディフューザーもすげえ。だからこういうの見ると、1550万円っていうのも、まあ、納得ができるでしょう。で、この表カーボンなんですけど、裏側のちょっと覗くと、さあ、このね、ディフューザーのこの下回りから全部変え
いてあるんですよ。すげーフラットじゃないですか。すげー綺麗ですね。こういったあたりも違いとしては出ております。で、特徴はこのリアウィング、だからこの形状であるとか、このスワンネックね、このフレーム、だからこのスワンネック形状とかも風洞実験をかけた上でこの形状に決まったんだそうです。これエアロキットをつけた S でもダウンフォースって結構高まるんですけれども、で、そのダウンフォースの発生トータル量でいうと、実は S のエアロパッケージ付きと変わらないんですよ。え、じゃあなんであんなゴテゴテにっていう、なんか R が残念に思う方、安心してください。こだわったのは、これだからオーナーの満足度で言うと、そこってあんま感じづらいのかもしれないですけど、ドラッグを下げた状態でこの S のエアロパッケージ付き、これちょっとエアロパッケージ付き本当用意してもらいたかった。うん。エアロパッケージ付きと同等のダウンフォースが得られるっていうのがこの R ラディカルの凄さですよ。それで言うと、これエアロパッケージを選んだ瞬間にダウンフォースとしてはフロントで81キロ、リアで60キロっていうダウンフォースがまあ得られるんですけど、ある一定の速度で走った時のどこ、ちょっと計測速度ポイントはちょっと聞いてないんですけれども、で、その時にやっぱドラッグが増えちゃうんですよ。要は空気抵抗が、だから燃費とか悪化するわけですよ、そのエアロパッケージ付きにすると。しかしながらこれ同じダウンフォース量を得ながら空気の抵抗値としては、要はエアロパッケージ付きは 5% 悪くなるんですけど、ドラッグが向上しちゃうんですけど、こっち 3% の向上に抑えてるんですよ。で、しかもサーキットを走るときみたいな1センチ車高を下げるっていう推奨値で走ると、そのドラッグは実はノーマルの A110 と一緒です。それでいてダウンフォース量をトータルで140キロ得られるんですよ。で、さらなるちょっと注目は、だからこれがね、ちょっと一瞬怖いとこでもあるんですけれども、このダウンフォース量が、これエアロパッケージ付きになるとフロントが81キロ、リアが60キロという数字なんですけれども、その時にこれバランスがフロント30キロなんですよ。だから普通の S のエアロパッケージ付きの方が、要はダウンフォース量はフロントは高いんですよ。こっちの方が低い形になるんですよ。しかしながら重視したのはリアなんですよ。リアのどっしり感、粘り具合というか、空気の力で抑え込むっていう力を増すっていうのが今回、だから前後バランスを変えてるんですね、空力の。空気の力で抑え込むという、まあその力は110キロ。で、だから S で考えた時に81キロだったので、リアを抑え込みの力は、だからそれが110キロになるって、どんだけリア安定させたいねんって。もうだからね、これ乗る前からちょっと嫌な感じというか、いや、こういうレーシーな車サーキットで乗ってみたいというか、試乗したい、怖い怖い、ちょっと、うん。だから相当ハンドルはシャープに曲がると思います。軽いですしね。だからフロントがキュン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 、もともと A110 入るのにそれが研ぎ澄まされて、その時にやっぱフロントを入れていくとリアがついてこないじゃないですか。そのリアをついてこさせるためにリアのダウンフォースを上げるっていうことをやっているんですよ。で、ちなみに、さらにもっといきます。A110 に対して、こちら今 A110S ですけども、この時点で足回りのバネレートであるとか、スタビライザーとかは強化されてるんですよ。そこからさらにダンパーもバネもスタビライザーも全部強化してあります。だいたいバネで 10% 向上。だからアンチロールバーも 10% 向上なんですけども、リアはアンチロールバー 25% 向上とも聞いてますね。だからリアに相当かけていくんだろうな、どんだけ旋回させたいねんっていう、そういうお話ですよ。あと R の違い、リミッターがないです。最高速、まあサーキット走るようなので285キロという速度設定になっております。あと軽さもあります。軽さもあるので0、100加速が速くなっております。通常の A110S とかよりも 0.3 秒速いですね。だから 3.9 秒これで実現するというのが中身になっております。ちなみになんかね、アルピーヌやっぱ F1 技術をどんどん導入してるのか、資料の作り方がちょっと変わってきており、これ面白いのは、同じ速度でギューってカーブを曲がった時に、まあカーブの R の大きさとかにもよるので、ある一定 G で旋回をしたっていう仮定した時に、このロール角ってあるじゃないですか。そのロール角が A110 って 3.3 度なんですよ。だからある一定の同じ速度で曲がった時に A110 は 3.3 度傾く。A110S はこちらですけれども、足回りが強化されるので、2.7 度の傾きになる。こちら、ラディカル R は、2.3 度の傾きで、抑えられるっていう。だからね、ロールも少ないはずです。
だからロールが少なかったりするとそれだけガチガチってイメージされそうでしょ。でもこれねガチガチじゃないと思います。もう乗る前からわかる。なぜならバネ下重量が相当軽い。まずこれ一つ。さらに別端のダンパーをつけてるぐらいなのでリアに。だから相当リアこだわってるんですね。フロントは別端ダンパーついてないです。だからリアにそのぐらいつけるってことは相当リアの足とかもしなやかに動くはずです。すげえ車だなって思ってる方も改めてですけれども、サーキットを主眼に置いた車ですからね。それは改めて。だから一般道とかワインディングとかを気持ちよく走りたいって言ったらこちらの A110S を選んでおいてくださいっていう、まあそれを僕が言うことじゃないかもしれないですけど、それがおすすめだと思います。まだ乗る前ですけれども。だって6点シートベルトわざわざ締めたくないでしょ。女性席に乗る方にごめん6点締めてとか、女性の方だったら。だって6点シートベルトって何のことかっていうと、これどこに支持点があるかなんですけど、要はベルト本数だって思ってもらえばいいんですけど、1本これ1点ね、2本これ2点ね、で3本目はこの腰ベルト。あ、これ一体になってるから締めやすいですけど、この脇から出てくるのが3本目。向こうからも出てきて4本目。また下から5本目、6本目。要は右足用、左足用なんですよ。っていう形でここでパコって体が絶対前に行かないようにっていう形で、これ6点シートベルトですよ。女性の方とかデートで、ごめん、6点シートベルト締めてくれるとか言えないっすよね。まあそういう車だって話です。後ろほんと何にも見えない。もう、レーシングカーでしょ。エンジンは変わらずです。1.8 リッターです。300馬力です。340ニュートンを発生します。まあなので、まあさらには7速の DCT を採用しておりますけども、このあたりは通常の S と一緒です。もうこの S のエンジン自身が A110 よりもパワーもトルクもアップしているので、だからそのエンジンがそのまんま R にも積まれており、R はどちらかというと、シャーシ性能強化、さらには軽量化、さらにはエアロパーツでのエアロ効果向上での走行性能向上っていうところ、要はラディカルを求めての向上っていうところで仕立ててる車っていうのがわかるかと思います。一番最初にそのポイント言えよっていう話ですよね。だから3本柱です。空力、軽量、シャシ。まあこの3つです。だからエンジン、パワートレ周りはそこには一切入ってこないわけですよ。まあなので、まあもともとそこの部分はもうね、アルピーヌは結構冷却で悩んでるはずなので、冷却苦しいはずなので、まあ、もうそこはもうしょうがないとこなんでしょうね。だからエンジンのパワーはね、アルピーヌはもうこれ以上なかなか上げらんないんじゃないかな。ちなみに、どうやってさっき言ったドラッグを低減しながらダウンフォース得てるんだっていうと、ちょっとこれマニアックですよ。これおまけ動画でもいいぐらいなんですけど、フロント、ほら、覗いた時に、ここ、空いてるじゃないですか。手入るじゃないですか、奥に。ガバッと開いてるじゃないですか。こっちブレーキに行くと思いますけど。で、まあ、これエアストリームあって、ここブレーキに行く形ですけど、ここ塞がってるじゃないですか。ここ開いてるじゃないですか。ここは塞がってる。こっちも一緒です。ここ塞がってる。だからここ塞いできたんですよ。開口部を減らしてあげると、それだけ CD 値とかはダウンすることができるんですよ。で、それでいて、これで冷却できるのかよっていうところで、冷却を高めるために、こっから空気を入れながら空気を吐き出すっていう、この下にはだからラジエーターが入ってるので、そのラジエーター入った空気をきれいに引っ張らないといけないので、なら、要はポイントはラジエーターに空気を当てることっていうのがまず第一なんですけど、ラジエーターを通過する空気の量を増やしてあげるっていうのが重要じゃないですか。だからそのために引っ張るっていうところでこれを使い出したっていう。開口部は少なくして CD 値低減、要は抵抗を落としながらちゃんと空力性能を使ってあげて、中の要はラジエーターを通る空気の量は確保しようという、まあそういったレーシングな作りをやっているっていうのがミソでございます。え、ちょっと室内もう一度見たいよって、はい、室内行きましょう。しかしながらこういった形状とかもここになんか関係するんだろうな。 F1 ってね、とんでもない技術なので、あ、ここはさすがに冷却のために開いてるんですね。電動ファンが見えます。これ夏の渋滞大丈夫かな、なんかちょっと心配になる。しかしこの羽がもえっとするね。で、バルブも廃止されております。ちなみに、そこを忘れてましたね。サイレンサーはバルブレスです。なので、音としてもちょっと激しくなってるっていうのを聞いております。バルブレスにする作りも含めて、マフラー周りでも軽量化を施してるという、そういうお話です。車内。座りたくないよ。まず座らないとね、仕事だもんね。ちょっとすいません。贅沢言っておりました。もうこれに感謝しなければ。おー！
おーって何かっていうと、想像の10倍以上、すげー座り心地がいい。これなんか低反発クッションの超高いバージョンみたい。なんかね、この座り心地だけで言えば、デートカーに使えるぐらいね、一瞬、あ、超いいじゃんって。なんかね、逆に普通のシートよりも座り心地いい感じ。しかしこれ蒸れるね。絶対蒸れるよ、今日。絶対熱持つ。もうでもそんなこと考えてないんだろうな。エアコンがついてるだけラッキーと思った方がいいだろうな。はい。他あと何見たいですか？はい。ペダル周りはこんな形です。まあこのあたりは通常の A110 と変わらないので、そこを見ていただければなと思います。じゃあ最後エンジン音行きましょうか。さあ。しかし、ルームミラーがないとめちゃくちゃ開けてますね、視界が。さあ、エンジンちょっと吹かします。あ、バルブレスにしたと言っても結構静か静か。じゃあスポーツモード入れます。ちょっと回転数上がります。あ、結構バラバラ音がしてきました。じゃあ長押し、隠れモード、はい。レーシングにしました。R でーす。さあ、行きましょう。まあ、パワトレは変わってないので、そこまで感動っていうものではないかもしれないですけれども、さあ、まあ今から走っていきましょう。今日、試乗はちょっと別動画になりますけど、この R と S を乗り比べたいと思います。GT もあるんですけど、GT との乗り比べは別でやってますので、今回は S との乗り比べ、要はもうシャーシがすでに強化されているモデルと、この R ラディカルの、乗り比べとしたいと思います。そちらも見ていただければ幸いです。ではでは、今回も最後ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。 A110R R はラディカルの R でございます。限定車ではないので、今後もアンテナ張っておけばいつか買えるかもしれません。注目された方、いや本当これね、ちょっと今から楽しみです。相当乗り心地良さそうです。おまけ動画は排気音出しておきます。ではでは。